はい、どうもありがとうございます。お願いします。はい、本日も引き続き、大宮のアンサートボイズさんの方が来てるんですけども、今回はね、2年生のグローブ紹介の方を撮っていこうと思います。2年生今試合終わった後に、またちょっとダブルヘッダーの合間で撮らせていただくので、かっこいいグローブたくさん見つけちゃったので、みんな一人一人に紹介してもらいます。はい、じゃあそれでは行きましょう。はい、じゃあお名前お願いします。新田です。新田くん。はい、じゃあちょっとグローブお借りしていいかな。はい、これが Z の外野手用？はい、そうです。はいはいはい、ネオステータスだね。はい、これなんかこだわりとか特徴とかあるか？外野用なんで、縦が長いことです。なるほどね。ここの部分がね、やっぱ外野なんで長いし、はい、すごいポケットが奥にある。で、小指2本で使ってね。あ、はい、そうです。ここの辺でガッチリと、上部下でガッチリと掴むような方ですね。お手入れもしっかりしてて、ツヤも出てるので、はい、で軽いね、はい。いいグローブだね。はい、ありがとうございます。このグローブでどんどん頑張っていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。じゃあ、コウキです。もう危ないね、セーフ。コウキくんね。はい、お願いします。じゃあちょっとグローブいい？はい。ありがとうございます。おほー、これはたまらんね。たまらんグローブだ。Z プロステータス、源田選手モデルですね。ウェルダーラベル。これいつ頃買った？2ヶ月前ぐらいです。おー、2ヶ月前でもうこんなに使い込んでる。相当練習してるね。はい、で、これウェルダーラベルのやつ、キップレザーなので、しっとりもすごいしてますね。うん、きめ細かい。これなんかこだわりとかある？こだわりはその肩で肩、はいはいはい、外野もやるんで、うん、なんか内野の肩と外野の肩両方できるように。はいはいはい、じゃあどちらかというとこういう閉じ方をするんだね、はい、うんうん、親指と小指をしっかりとつけるような肩をしてて、はい、これまあポケット広いけれども深く使えてるような方です。はい、はい、じゃあね、すごくいいグローブなので、これでどんどん内野も外野もオールラウンダーとして頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあカメラに向かってお名前を。ゆうとです。ゆうとくん、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブをお借りします。これはね、やばいですね。水のプロのオーダーグローブ。はい、ピッチャー用の。はい、はい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 。これはどのくらいにオーダーしましたか？結構1年前くらいです。うん、1年前でね。公式でオーダー？はい、ね、これウェブ、何これ、めちゃくちゃかっこいいじゃん。おしゃれだね。これこだわりとか特徴とかあれば。なんか自分肩が横型で、ちょっと横型で。横型で、はい、まあ左ピッチャーってね、菊池雄星投手とかもさ、すごい横型で使ってるから、やっぱそっちの方が力入りやすいんだなって分かるので、ぜひ高速左ピッチャー目指して頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おお、いいねいいねいいね。ギャルピース食 OK。 はい、じゃあお名前を。いちごです。いちごくん、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブお借りしていい？Z のプロステータスです。これ内野用のね。めちゃくちゃ使い込んでるね。これ入った時に買ったような感じ、買ってもらったか、はい、ぐらいね。はい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 。やっぱね、みんなね、練習してるのがすごいわかる。これすごくちょっと小さめだよね、内野用にしては。小さめなんだけれども、まあ、こっちにもポケットもあるし、こっちでも取れるよね。薬指側でもすごい広いポケットをうまーく使っているグローブです。で、すごい使い込んでもいて、でこっちは背面はね、もうツヤも出てるので、めちゃくちゃいいグローブです。はい、じゃあこのグローブでね、もっともっと頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあカメラに向かってお名前を。純平です。純平くん、はい、はい、お願いします。ちょっとグローブお借りします。グローバルエリートの、これはダイバーシブルだね。じゃあ2年ぐらい前に買ったやつか。1年半前か、はい、そうだ、まだ出てる時。普段どこ守ってる？ピッチャーやった。ああ、まあ、だからすごい横型なんだね、これ。ザ・ピッチャーっていうような方ですね。これ、なんかこだわりとか。最初内野やってた時も買ったんで、うん、うん。まあ、ポケット深めが好きだったんで、そうね。はいはい。じゃあ、肩あんま変えてない？はい。ピッチャーやるから。いや、俺もボスじゃん。まあ、ツーフィンガーにして。小指2本。そういうこと？おお。なるほどね。いや、めちゃくちゃいいグローブだし、これね、やっぱダイバーシブル、今も手に入らないかっこいいグローブなので、グローブみたいに派手にプレーをしてください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあカメラに向かってお名前を。翔です。翔くん、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブお借りしていいですか？はい、ありがとうございます。はい、ウィルソンの小指2本で使ってる。はい、おーだよね。で、結構深いね、ポケットが。はい、うん、私これもう結構磨かれてる、しっかりと磨いてるなっていうのが分かるグローブで、これこだわり特徴は日本で。ああ、さっき言った通り、はい、ごめん言っちゃってごめんね。はい、私デュエル加工してあるので、背面も強いよね。これは掴んだら離さなそうなグローブをしてるので、その通りで掴んだら離さないようにプレーをしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。カンタです。カンタ君、はい、お願いします。ちょっと黒もお借りしていい？はい、前手間最後です。はい、ありがとうございます。ウィルソンの外野仕様ですね、これ。やっぱすごいな、本当にみんな使い込んでるな。これはですね、はい、
あちらの方のものを借りております。コーチの、はい、使いやすい。あ、はい。ラベル変えてるんですよ。あ、ここの、はいはいはい、ぜひ来てくださいよ。ぜひこれ大きめに話してもらって。あのマイクがこっち向きなんで。そうそうそう、なるほどね。ラベルが変えてある。でこれも小指にもね、はい、本音で使ってて結構大きいね、外野手の中でも。うん、いや、コーチの肩の付け方がうまい。ちょっとね、あのこのグローブであのコーチに負けないような、コーチに認められるようなプレーをぜひしてください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。じゃあカメラに向けてお名前を。大成です。大成くん、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブお借りしていいですか。ありがとうございます。浜沢の内野手用ですね。なんかみんなレッドオレンジ多いな。で、結構小さいね。玉沢のラベルもこれ、あんまり見ない色のラベルしてます。これ変えた？いや、そのまんま。はいはい、こだわりとかってあります？ポケメン綺麗にちっちゃくしてる。ああ、そうだね、ポケメンめちゃくちゃ綺麗で、しかもね、あの撮ってる位置が一定だから、同じところが黒くなっているという上手い証拠が出てるので、ぜひぜひね、このままあの補給の位置を変えずにずっとここが汚れるような感じでやってみてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後ですね、副キャプテンに来ていただきました。じゃあちょっとお名前を。翔吾です。翔吾くん、はい、お願いします。じゃあちょっとグローブをお借りします。はい、ダイバーシブルグローバルエリートだよね、これは、はい、の内野手、これ坂本選手もだよ。そうです。おお、やっぱ好き、坂本選手。じゃあ買ってもらった理由も、それ買ってもらった理由はでもどちらかというとやっぱ手にあったから。手にあった。ああ、いや、これすごいいいな、ツヤがね、めちゃくちゃ出てる。磨くの好き？まあまあ。うん、だよね。結構丸いポケットですね。そうです。包み込んでくれるようなポケットで、なんかこだわりとかあれば。まあ今やったように包み込むようなポケットを深くして、ボールを優しく取るみたいな。なるほどね。じゃあそれでどんどんバシバシボールを取っていってください。はい、じゃあちょっとね、グローブ返して、まあ今この後、まあ1年生の紹介もあるんだけれども、はい、ちょっとチームのね、雰囲気とかっていうのをちょっとキャプテンお休みなんで、キャプテンに代表してもらっていろいろ聞いていければなと思います。じゃあまずどんなチームですか？みんなで団結してて、うん、個人個人のレベルを上げて試合に勝っていくよ。なるほどね。やっぱ団結っていう点では、野球ってチームスポーツだからね、はい、一つにならないとそれはもう勝てるもも勝てないようになってしまいますし、むしろあの格上相手でもね、チームスポーツで団結すれば勝てる試合も出てくると思うので、やっぱそこは大事だなと思っています。今ね、あの新1年生今募集中だと思うので、ちょっとメッセージをカメラに向かって。僕たちと一緒に野球をしましょう。お、簡単だな。シンプルでいいね。シンプル。なるほどね。結構まあ今一学年で10人ずつぐらいいるのかな。まあ、なので、結構人数もそれこそ集まってますし、いやいやね、やっぱボーイズとかね、こうしてクラブチームに入れば他の、ね、中学校の生徒とも仲良くなれるチャンスではありますし、もちろん公式になれるっていうこともできるの で監督さんもすごい面白かったですね。なるほど。コーチもすごい面白かったし、指導者っていう点でもめちゃくちゃいいチームなので、ぜひぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ごめんね、ありがとうね、最後まで来てもらって。はい、ありがとう。はい、ということで本日は大宮七里ボーイズさんの、2年生のグローブ紹介の方をやってきました。みんなね、やっぱ本当にグローブ使い込んでて、味が出てる。まあ本当に ちゃんと練習してるって、練習量もしっかりとあるチームなんだなっていうふうに思いました。はい、ということで、大宮七里ボーイズさんのインスタグラムなどは、概要欄にありますので、皆さんチェックの方よろしくお願いいたします。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。